は飲めるような水ですので、苔むしたきれいな滝です。で、こういうこと。どうぞ。これまで地元の人たちが関わってきた森との関わり方だとか歴史文化も含めてご案内できるように、そこら辺でのやっぱり私たち案内人の力量の向上。